こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。まあ、いよいよアメリカアマゾン2017年ホリデーシーズン、まあ、近づいてきてね、えー、参加資格の確認です。えー、これ見るとね、えー、初心者の方でもまあ、あ慌てることないというかね、えー、逆にその稼ぐ手段はあるんで、えー、ご安心くださいという,ようになって内容になっています。えー、まず、えー、この参加資格といってもね、全く 売れないとか売れるとかいうことじゃなくて、えー、トイ・アンド・ゲームズジャンルに限った話ですねで当然この、えー、おもちゃが、まあ、ホリディーシーズン一番売れるわけなんですけどただそもそもねもうここ、えー、数ヶ月に参加した、えー、新規の出品者さんはおもちゃで売れる商品がほとんどないというような状態になってますのであんまり関係ないといえば関係ない感じですで、まあ、基準的にはね まあ11月17日から、ね、2018年1月5日までの間の販売するための参加基準です。まず、1個目の販売は9月15日より前に行うと。でね、これ、あの昨日会員さんに話して、これ、9月15日より前に売れますかねと、もうぎりぎりのタイミングなんで、まああの、売れるのを祈るしかないというようなところなんですけど、ただこれ、後の方に出てきますけどね、これ、FBA 使っている場合は、あんまり関係ないです。 ね、でテンパーアカデミーで FBA 使った、えー、やり方を教えてますので、まあ、この9月15日より前は、ね、後アウトだったからだめだというわけでもないですで9月1日から10月31日までの間に25件の注文を処理して出荷する必要があるとでこれは、えー、FBA であっても このあらかじめ取引をしていて大丈夫だという形じゃないとね、そもそもトイゲームズ、おもちゃが売れないというような状態になってますんで、また別のアマゾンの基準の方でね、ホリデーシーズンに限らない基準の方で、これはクリアしておかないといけないですで。10月1日から10月31日までの事前立行キャンセルシートは1.75%超えてはならないと。これはあの無在庫で売ってる人のことなんで、FBA には関係ないです。 でえー、同じく発送値が4%超えてはいけない。これも FBA には関係ないと。で注文不良率は1%超えてはいけません。これは大いに関係あってね、えー、そもそも、えー、返品が来るような商品とかね、えー、商品違うじゃないか、偽物じゃないかというような商品を扱うのはね、えー、まずいんで、これはもう、えー、ホリデーシーズン運動に限らず注意してください。まあ、ただ、AmazonFBA によるフィルメントを使用している注文は、 えー、あなたのアカウント状態が良好であれば、上記の基準に従わないことになりますと、ね、FBA を使っている分には関係なしという形になります。だからこの基準以外にね、私が普段言っている、まず50取引で出品から90日経たないと、これ,を売れ、を売れないアカウントですよというような形になってますので、そっちの方を意識してください。で最悪ねそれがダメで 売れなかったということになってもね、もう今年はホリデーシーズンというよりも、まあ、もっとは、ね、るかに重要なというかチャンスである、えー、オーストラリアアマゾンの開始が待ってますので、まあ、そのためにね、アマゾンのやり方を覚えるぐらいの感覚で考えていていただいて、全然 OK です。で、今までもうすでにやってて、当然資格のある方はね、えーまあ、FBA を使用して製品を顧客に出荷するというね、これは当たり前なんですけど、普段自己発送で売ってる商品もあると。 例えばね、高額商品 FBA 危険なんで、高額商品は自己発送にしましょうという形でね、えー、アドバイスして、それで売ってる方、いますけど、ホリデーシーズンはやめた方がいいです。えー、何しろね、物流が相当と混乱しますんで、商品がなくなるとかね、税関で止まっちゃうとか、そういう事案が増えます。でね、配送会社が悪いとか、税関が悪いって言ってもね、自己発送の場合は、 その自己発送を選んだのはあなたでしょうということでね結局、出品者がペナルティを受けてまあ注文が何件か発送遅延でキャンセルを食らったとねで注文数が少ないのに発送遅延が3件あったとかいう形になるとアカウント削除のリスクが非常に高いんでね アメリカアマゾンのアカウント削除されたら、オーストラリアアマゾンも出品できなくなっちゃいますので、えー、もう大事をとって、ホリデーシーズンにかかるような場合は、もう自己発送は一切やめるというふうにしてください。また、このホリデーシーズン参加についてはね、えー、疑問があれば、あるいはね、これどうなんですかというのがあれば、お気軽にご質問ください。もうそんなに心配することないです。何しろならね、えー 参加できますしあと FBA でね参加できなくても、まあ、別にオーストラリアアマゾンが始まればねそっちに注力するんでまああんまりダメージはそんなにないというのでね気楽に考えていただければと思います。以上天馬アカデミー堀秀夫でした。